こんばんはー <laughs> こんばんはこんばんはこんんばは初見です嘘だね大嘘だねこんばんは最初は多分30秒ぐらいこんばんははじめましてメロンさんじゃんメロンさん はじめましてだっけ来たことないか私の部屋には。こんばんは。なぎのこんばんは、こんばんは。初見です。いらっしゃいませ。ゆっくりしててください。お肉大好き。遊びに来たよ。ありがとう。こんばんは。こ、こんばんは、こんばんは、ここばんは、こんばんは。まともに見れるのは初めてなので初見で間違いないです。かしこまりました。おたてんさんいらっしゃい。こんばんは。 こんばんは。<laughs> 何の拍手こんばんは。皆さん元気ですか <laughs> こんばんは。こんばんは。もとさんこんばんは。ごちみなさんこんばんは。皆様こんばんは。どうみんな来たよにいさんこんばんは。 今日日はどんんんな一日でしたたか雨の中走り回ってたうん、うん、全然昼までゴロゴロしてた <laughs> 今日はゆっくりデーだったので髪の毛が変なとこにいるなコ,コナちゃん見れたので元気ですあらそんなこと言ってくれるの嬉しいねメロンさん今日の詩の返信見たインスタの昨日か今日こそカラオケ配信やなああなるほど ここちゃん今日も可愛いありがとうございます嬉しいです間に合った間に合わせてくれてありがとうなんかイヤホン壊れたって言ってたよねこんばんは雨の中ゴロゴロしてたのうんお家でね <laughs> お家でだよそんな雨に打たれながらゴロゴロするわけないでしょ奥君こんばんはお疲れ様ですお疲れ様です見たけどみんなに言ってるからな <laughs> えー、そんなこと言わないでよでもそのメロンさんにはメロンさんに対しての好きがあるんだから同じ種類じゃないからねこんばんはハイタイムさん今日は仕事だけしてました偉いお疲れイヤホン3個持ってきたから大丈夫天才だなイヤホン逆に3個もあるの家,家におうちに1個しかないんだけどはい というわけで今日の私のショールームのあの大きいテーマはあの今週一週間お疲れ様でしたなのでえっ、ー、とまず一番最初に言わせてもらいますはいみんな一週間お疲れ金曜日ですわかんないまだまだ今日までの仕事終わってないっていう方もいるかもしれませんがひとまず金曜日なのでねいや本当にお疲れよく頑張りました今週もはい本当に天才マジみんな天才だからねあの あの本当に自信持ってってくださいがお願いだからお疲れ様です雨の中ゴロゴロするココナちゃんちょっと想像しました結構様マにサマになんのそれなってる大丈夫そう <laughs> お疲れでしたこんばんはこんばんはココナちゃんもお疲れ様頑張ったねいやよくお互い頑張ったよね本当によく頑張ったえらいマジお疲れ天才もう大優勝です大優勝 こんばんばはお疲れお疲れお疲れマジお疲れ本当に天才だよねもう1週間乗り切っただけでも本当に天才だからみんなあの自分でお願いだからあの自負を持ってください自分は偉いんだなっていう先週の定期公演が懐かしい「懐かしい」「懐かしい」までいっちゃったか <laughs> だだいぶだねでもそうね1週間経つの早いよねなんかもうさ日に日にさなんか時間が経つのが早くて本当に困ってるのね私 <laughs> 本当に怖いなんかだって6月終わるんだよ今年が半分終わりますもうねえこないだ年明けたってばやばー 天才ってよくれるでしょうより自覚を持ってくださいということでカレー食べたくなった作ってと材料買ってきていったんじゃあとりあえず今週も1週間早かったわかる早かったよね疲れ気が付いたらここのショールやってますまだ若いのにうん <laughs> そうかなでもほんと毎毎,毎年毎年毎月毎日感じるよなんか時間が経つのが早いって感じ「アラフォーですかいいえ19歳ですよ」「アラフォーですか?」だけだと結構あのショッキングです私はさすがにねこんな綺麗なのにたくさん褒めてくれるコ,コナちゃん天使ありがとう天使って言われることなかなかないな嬉しい天使っぽくないからね <laughs> 今年初めての6月は終わるね。えっと、毎年6月は一度だけですよ。<laughs> どの月も一度だけですよ。感覚がおばさん。そんなこと言わないで。<laughs> それはさすがに褒めてないよね。<laughs> 心地いい、レモンちゃーん。ありがとね、インスタも質問を送ってくれてあ。皆さんフォローしてくださってありがとうございます。40超えたらもっと早く感じるよ。 これ以上早くなったらもう困っちゃうよ、私。歳を取れば取るほど早く感じるから。いや、本当にそうなんですよね。なんかもう、やばいなんか、やばい <laughs> やばすぎてやばいしか出てこない。どうしよう。なんかさ、なんて言うんだろう。なんか別に、なんか、一日はそんな早くないの、意外と。けど、 なんだろう一週間が本当に早い。年齢詐称ですかいいえ。19歳ですよ。でももう2ヶ月だと20歳なのやばい。どうしよう。<laughs> 焦ってきたマジで。本当に困る。押す。押す。押す。そらそら。 堕天使堕天使そっちっぽいなんか悪魔っぽいもしかして X の柱がまだ作んないね。作った方がいいなんかさ作んなきゃいけないい作った方がいいのかな分かんないなんかピンとくるの何も私あんまりさアイディアのじゃないからさあんまりそういうの思い浮かばなくてなんかどういうの考えてもピンとこなくて今のところ考えてないんだよね ツッコミが的確ありがとうございますお褒め預かり光栄です新しく経験することがわかなくなってるから早く感じるのでなるほどねやばいななんか年齢感じたついこの間ココナちゃん生まれたと思ったのに <laughs> えっと誰なんかもしかして私が生まれた時から知ってるなんか親戚かなんかかな お誕生日おめでとうまだだよもうちょっととっといてくれないかなあのなんかあと2か月ぐらい待ってもらえるとすごい助かるんだけどなそこに気づいちゃったか気づいちゃった気づいちゃったわー祝いわい <laughs> はあ飲みたいお酒ある飲みたいお酒かえー、なんだろう 何が飲みたいかなビール無難にワインとかあワインとかいいじゃないということは8月にコ,コナちゃん生誕祭どうかねーどうだろうねー楽しみにしててまあまあまあ。<laughs> X の「明日」があったほうがいいよあそうなんだあったほうがいいのかな あった方がファンは嬉しいかもない。あ、そうなんだ。嬉しいもんなんだ。え、あるとどういうあれがあるなんか、嬉しさがある。なんか、私が見つけやすいとかはあるじゃん。まあ、その、私に関するツイートをしてくれるとかさ、はあるじゃん。でもなんか、私が知識量が少ないから聞いてるんだけど、全然。なんか、なんか他になんかあるかな。 ここにいるよ、ココナ。<laughs> なんか、ちょっと、なんか、ダジャレっぽ,ぽい方がいいのかなハッシュタグあった方が個別メッセージの返信しやすい。あー、そういうことか。なるほどね。でもそれだったら別に、なぎのココナでハッシュタグつけてくれたら全然探すんだけどな。待って。え、何を待ってばいい <laughs> 待ってって何何何何あやさん、なんで笑ってんの何を待てばいいの <laughs> な,んなんだなんだなんだ 私待っててもしかしてめっちゃ行ったとか <laughs> もしかして。未来のレモンサワー一緒に飲もう。乾いグビー。<laughs> でもレモンサワーいいね。ハイボールとかもいいんじゃないたまには昭和のギャグ売り込むよね。え、私今昭和のギャグ売り込んだ嘘そうそうそう <laughs>。待って待って、自覚ない。やばいやばいやば怖い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 。怖いよ。やだよ。 19歳は同い年だね同い年だねそうだよねもうすぐ二十歳だよ大人になるね私たちかわいいありがとう唐突に言われるとなんか照れちゃうなははっ ココナちゃんはエゴサする人ドキドキそんなめちゃくちゃ頻繁にはしないですねでもシンプルに私に関するツイートとかなんかポストあポ,イポストとかしてくれてる時はあれなんかやっぱ気づきたいんだよねから定期的に見てますそういう特別感あるだけでオタクは嬉しいもんですよちょろいから。 ょろいのあハッシュタグってことハッシュタグあった方がいいってことなるほどねー。ワイン結構度数高いから気をつけてはい、はい、気をつけます。かしこまりました。ありがとうございます。ご忠告。<laughs> まだお酒飲んだことないよね。もちろんです <laughs>。はい。だからんか,なんかでもあのー、お家の人あの私末っ子なんですけど。 六甲上のお兄ちゃんがいてあとまあお父さんとかもお酒は飲むのであの大まかな種類ぐらいだったら全然わかるって感じレモンサワーって言うたびにドキッてするそうかレモンちゃんの名前だもんねそうだよねでっかちゃんこの間職場で話題になったから気づいちゃった気づいちゃったなるほどね <laughs> 気づいちゃったね何で話題になったの なるほどだったら「ハッシュタグ作ろう」ちょろーたでいいんじゃないいや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 安,安易すぎるし私要素ゼロすぎるでしょ <laughs> お兄さん6個上なんだ6個上です一番上のお兄ちゃんが6個上です真ん中のお兄ちゃんが4個上私は末っ子ですなんか音符とかありがとねなんか流れ星とかハートとかいっぱいえなんか私ごめんね私が気づくのが遅いから感謝が。 だいぶ、タイムラグあってから言ってるけど。私のことお兄ちゃんって呼んでいいんだよ <laughs>。いいんだね。じゃあお兄ちゃんって呼ぶよ、今後。知らんよ。<laughs> そしたら、はーいって返事してくれるんだね。<laughs> お兄さん年上なんだ。あの、年上だからお兄さんなんじゃないですかね。はい。でっかちゃんと新宿の吉本本社まで通じる赤い髪型の上に見上げるほどでかくて怖かった。まあ、 大きそうですよね。大きそう。え、わかんないな。まあ、でも、体格良さそうな方ですよね。なんだよ、ここな <laughs> お。急に兄キャラ出してくるやん。<laughs> お兄ちゃん。でも私、お兄ちゃんのことお兄ちゃんって呼ばないんですよね。名前にくんって呼んでますね。こんばんは。こんばんは。俺はおじちゃんになるのかな。 活動拠点は東京ですかはいそうでございます。よろしくお願いいたします。お兄様にご挨拶しなきゃ。<laughs> そう、お兄様の兄がなんか気になるな。感じが。メロンくんってよ <laughs> メロンくんです、レモンくん。<laughs> すごいな、みんななんか。なんでそんな私のお兄ちゃんになりたいわけ <laughs> どういうことどういう願望それ。 どういうことお兄ちゃんになりたいってことなん、なんなの <laughs> なん、どういう、あれ <laughs> なに、みんななんか、私と家族になりたい感じなんか、お母さんって呼んでいいですかとか、なんか、俺はおじいちゃんかとか、なんか、俺はお父さんそのなんか、家族枠を、なんかおのおの取り合ってのかなこれもしかしてもしかして四月一日の渋谷にご家族来てた パパとママは見に来てくれてた。デビューライブは。ありがとうございます。本当に。家族になろうよ。福山さんあるって書って。確かに。福山さん、家族になろうよですよね。こんばんは。こんばんは。はま、はまちゃんマンだって。かわいい名前。ある。あるさん、こんばんは。こんばんは。ゆっくりしてって。 あるあるいいないい名前だアルフォンス・エルリックを思い出すゴリゴリにあれだあの剥がれんの影響を受けてます <laughs> 今仕事終わりましたお疲れ本当に金曜日までよく頑張ったよもう今日はそれを言いたくてあの随時言うのであのもしお疲れ様って言うあの言ってって方が言わらっしゃったら是非あのコメントへ <laughs> 言いますからいくらでも。 で、たくさん褒めちぎります任せてくださいはがれんそうです立って歩く足があるだろうそれですあとはなんだっけ「ニーナとアレキサンダーどこやった?と」となんだっけ「考えろ考えるんだ思考を止めるな」<laughs> ってやつあのセリフが好きですね 錬金術師、最後の錬成になってやつ。錬金術使ってみたいんだよね、本当に。<laughs> こうやってやって、こうやってやったら、なんかいろいろ作れるんだよ、すごくないチクショーわかるよ、これ。持ってかれたーでしょアルフォンスアルフォンスってやつね。<laughs> ちょっと似てるね。 <laughs> ちょっと似てない特徴取られるの上手くない私アルポンセアルセそういえばまだ定期公演の MC やってないのそうなんですよ唯とうとう私だけになりましたまだやってないのやばいどうしようプレッシャーかかるやばいやばいやばい早くやらせてもうもはやでも逆にこうやってね早くやらせてって言ってれば言ってるほど来ないの私のターンは <laughs> 本当に困っちゃうんだから ハガレン好きなんだ好きですハガレン好きですコージ今日はさすがに疲れましたお疲れ様まホによく頑張ったよゆっくり休んでね明日も今日も久しぶりに動いてる心地見れてるの幸せえう、ー、嬉しいありがとう私もなんかこのリアルタイムでコミュニケーション取れてるのが久々だから嬉しいな案外アニメ好きだよねえ結構好きですねアニメ俺の人生あげるからここのちの人生半分くれいいの 「10日交換だ!」のやつね「俺の人生半分くれてやる」だなんだっけがかっかっかいけないな「お前の人生半分くれ!」ってやつね <laughs> あれ大好きで後から「じゃも10日交換だ」とか言ってもうばっかじゃないの半分どころか全部あげるわよって言ってるのが本当に好き可愛いいよね でその後と恥ずかしくなって「やっぱ全部はなし」みたいな3なんか2分の1いや3分の1あじゃあ何分の何ならいいねみたいな言ってるのかわいい声優できそうできそうかな <laughs> できるかなご自由気で仕事今終わったので疲れちゃったゆっくり休みだねなんか見てくれてるの本当嬉しいけどあのなんて言うんだろうあの 寝ようと思ったら全然ゆあのゆっくり寝てね。確かにモノマネはうまい。ありがとうございます。あの特徴取らえるのが多分得意なんですよね。国さん食券です。国さん久しぶり元気？立候補でもいいんやで。いやーあれはくじ引きなんで。 全員平等にくじ引きですからあれは私だけやらせてもらうっていうのはちょっと申し訳ないですよコカナさん MC に月離なんでみんなそんな立候補させたがるのいや雨だよああ大差つーって流れるやつね雨が降ってきたな雨なんて冷えますから早く帰りましょうみたいなやつね あれは泣けるよねー結構序盤でいなくなっちゃうんだもんやめてよー悲しいじゃんねーウィンディマスタングマスタングいやーマスタングもいいよねみんないい。 ココナさんは真理見たいやー私はそれをその心理を受け止めきれる器があるかななかなかお会いし,しに行けなくてごめんなさいうんうん謝ることなんて全然ないんだよ気が向いた時とか時間があって今日は会い,会いに行ってみようかなっていう全然気まぐれでも嬉しいしタイミングがあった時で全然でも会えたら嬉しいとってもまた会えたら私も嬉しいな 僕はフランス人で本名は最初の2文字が同じなんだ。だからこのニックネームしたんだ。そういうこと本名は最初の2文字がいい。そういうことね。フランス人。え、でも、お住まいは日本なのかなだよね。たぶん、だからショールーム見れてんのかな。 最初の2文字が同じな最初の2文字が同じ、どういうことだんなあなあんあだったらあうんどういうことだパーとかだとパッパパってうんどういうことだ私の理解日本語理解能力が低いやばいどうしようちょっと整理させてくれ。<laughs> もうある。いや、いいよ。でも、いい名前ではある。今、帰りのバスの中です。気をつけて帰りなね。深添さんに細工してもらうか。いや、私だけ細工してもらうのはなんか違うじゃん。なんか違うじゃん、それはさ。久しぶりにハガラ見たくなってきた。いや、ああいうのってやっぱ一回見ると、 もう一回見たくなるよね。一回見終わると。鋼ってなり、鋼の錬金術師。<laughs> 鋼の錬金術師のことです。アニメ、アニメ。アニメと漫画。ファーストレター。あそういうことか。A と L ってことね。はい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 。理解した。そうか。あるから始まる名前ってことかしこまりかしこまり。ありがとうみんな解説してくれて。ちゃんと。 新井さんんんとかこんばんはいや多分ねフランスの方だからねあの日本の名字じゃないと思うえスイちゃんは本当に偶然なんだんあそうそうそう本当にそうなのあのくあのねもうココア持ってるよ逆にあれは三連ちゃんってすごくない普通にに私逆にさこんだけ定期公演 こんだけっていうかまあ、でもまだボリューム6だけど、うんボリューム6だよねうん、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 うんんんんあれ ボリュームそうだよね合ってるよね <laughs> でもそのうち全然当たんないだってしかもさそれ言うてもさボリューム1の中に2コーンあるわけじゃんやっぱ昼の部と夜の部でってことはかける2なわけじゃんでもそれでも当たってないから私しかもやばいよね7月は心コ那コさんのパフォーマンスを初めて見るそうでそれも楽しみですあら嬉しいおたてんさんに直接会えるのね 楽しみにしてる私も。たとにそんな顔見れるの。ラルメールサイト、プロフィール、なぎのじゃなくて、な、が、なになってるからね。あ、そうだ、それ。あの、定期公演でも直接教えてもらいました。ありがとうございます。ちょっと、あの、大人の方に聞いてみます。ス <laughs> イちゃんは視が泣くほど嫌なのか。泣くほど嫌っていうか、多分ね、あの、自分ができるかなっていう不安なんじゃないかな、きっと。 定期公園って川崎そうです川崎のスペルノーバ川崎っていうところでしてます毎月そうだねそうだよねこの前5が終わったそうだよねだよねだからボリューム6だよねスイちゃんに笑いの神が降りてきたと思いましたいやそうだよね大人の方 <laughs> 大人の方ねココちゃん俺が守るすごい心強いよココはついてるってさ メロンさんが守ってくれってメロンくんがこれで本当にいいのメロンくんでやめてって言わない限りずっと呼ぶよじゃあメロンくんって私だけじゃん絶対メロンくんって呼ぶの <laughs> 絶対そうだよね川崎の美味しいお店開拓しまくってるよえ教えてよ知りたい知りたーい 特別な関係だね。<laughs> 何言ってんの。<laughs> 何言ってんの。<laughs> はあ。<laughs> はあ。いや、定期公演ね、いや、本当に定期公演、皆さん楽しいですから、ぜひ。興味があったら、来てくださいね。本当に。あのー、本当に。 普通の、普通のていうかフェスとかじゃ見られないラルメールがやっぱたくさん見られるのでね。本当に、ぜひ気軽にいらっしゃいませ。初めましての方も、迷ってるなって方も、今日はなんか予定が空いちゃったなって方も、いつでもいらっしゃいませ。もう、全力で楽しませに行きますから。定期はメンバーのこと好きになれるよね。いや、本当に、あのー、やっぱより、 そのおの一人一人の人物を知れるって感じがありますねかずさんこんばんはこんばんは初見さんいらっしゃい定期公演終わってから行ける店教えよかわあやったやったちょろちょろ毎回参加してますいやあの存じ上げておりますありがとうございます本当に 6月に初めて昼と夜の両方行ったえそうだよねだから嬉しかったんだよ来てくれて本当にありがとね昼も夜もあの企画がやっぱ昼と夜でやることが違うのでそれもまたやっぱだから同じ日でもあの楽しみが全然違うのでそこも楽しんでもらえたかな6月こんばんはコーヒーミルさんこんばんは 定期公演は台湾よりも気を使わなくていい、それも、そうだね、あの、アットホームな感じで、こう、一緒に楽しめる感じがあります。いつか行きたいな。いつでもおいでよ。時間がある時でもいいしさ。今日はなんか暇だなって日とかにライブがあれば、ぜひぜひおいで。定期公演とっても楽しいよ。よりメンバーのことを知れますよ。曲増えた。そうですよね。本当にそう。今。 究極ありますからありがたいことです本当に本当にいろんなジャンルのラルメールが見れるのでやラルメールのいいところは本当にそういうところなんですよあのこうジャンルにとらわれない多ジャンルやれるグループですから飽きさせせまんよ飽きさせませんよ, <laughs> 飽きさせませんよ ラルメのイベントの日はたまたま暇ですそれはさたまたまなんじゃなくてもしかして暇にしてくれてるんじゃないのそういうところ好きだよテイク公ンが大好きと宣言しておきますありがとうございますそう言って言ってもらえるととても嬉しいですね本当に九州から遠いのよそっかじゃああのもし東京来る機会とかがあったりとかあったらぜひおいであのでもそれこそ 遠くても行きたいなって思ってもらえるように頑張るねあとは私たちが九州の方にまた行けるように頑張りますからいつか民謡もお願いしますどういうことラルメールでってこと <laughs> ラルメールってことかポテンシャル高すぎる問題そうなんですよねなんかやっぱあの いいんですよねラルメールメって <laughs> ちょっとなんかもうちょっと説明ちょっとうまい言葉絶対あったよねごめんごめんごめん <laughs> この間バイオレットコーラルを最前列で見れて嬉しかったありがとう見てくれてどうだったバイオレットコーラルバイオレットコーラルいいでしょ私のセンター曲なんですよ間に合った今日も美女最高ありがとうカカオさん インスタも質問送ってくれてありがとね八月はまた行きたいなと計画中八 <laughs> 月も会えるのあやさんにわいわい頑張っていきよーと <laughs> 否定してしたいスタイルえ、そうだよラルメールいいんだから本当に <laughs> 見つかっ見つけてもらえるようにまあ頑張りますから <laughs> あれ語彙力はいあの時々マジで語彙力失う 基本的に語彙力ある方なんですよ。けど、時々あの嬉しかったりとか、こう。気持ちが著しく、こう。なんか、ハイになった時とか、だいぶ言葉がなくなる。あと、こういう配信時とかでも結構そう。のるめさん飛び道具を好き。褒めてますね。褒められてますよね。そうですよね。ありがとうございます。もともとアイドルロック好きなので、まさにドンピシャ。うわ、嬉しい。それは。 バイルトコーでいいよねわわわわかかかかる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 ,かるも,うもう楽器の音も最高だしさ本当にわかんのわかんのわかるよマジで「バイルトコラルのミュージックビデオには何が出てくるんだろう何が出るかな何が出るかなトゥ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 これ伝わってるかな伝わってないとなんかすごい変な人になるよねちょっと伝わっててお願い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 ,お願い <laughs> 過ちを気に病むことはない。ただ認めて次の方にすればいい。そういうことの時だ。いいこと言うじゃん。私もおしめの前ではごい良なる。そう、なくなるよね。わかるわかるわかる。いや普通にさ、やっぱみんなと喋れてるのが楽しいんだよ。なんかその、この <laughs>、前のことになんか、まっしぐらいになっちゃう。<laughs> いつかバンドセットで、いいね、バンドセット入れたい。 絶対かっこいいじゃん、そんなの。やばいよ。私、アドレナリンでなんかもう、飛べるす、飛べそう。<laughs> いつか生まで見たい。よいいや、考えてる気がします。<laughs> なんか、ご機嫌よう。ご機嫌よう。面白い話、よろしくして、おもはな。伝わった。<laughs> こんばんは。こんばんは。いらっしゃい。七月は長、長兄、長兄。 今日噛むな7月は調整していきそうだから今から楽しい会えるのねき爆発させようなマジで <laughs> こんばんはこんばんは声の話訳して恋バナファンはリコーダー時んですかそうですねリコーダーよりは、まあ、カスタネットかタンバリンとかどうでしょうかあとまああのトライアングルとか。 ココナさんに殴られるとこ好きえネバーエバーでさ私殴るとこあるっけどこ私殴ってるっけネバーエバー口笛じゃダメですまあ全然ありですなら歯笛とかでも OK8、OK、月って生誕祭には当日かなまあ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 

殴ってない殴ってない「ないやーてめぇなジーザス」yeah, ってこうやってやってるなんだっけ「uh, do, do. Yeah, ってこうやーてめぇなジーザス」yeah,「what you w a n t e do with i s 殴ってない殴ってない <laughs> タンバリ持参していって,ってのがえっとマジで受け取ってるんだとしたらちょっとえっとい、えったんえ しずくエンターテインメントの,あのホームページの方にあのお問い合わせをお願いしますすいませんかあの,とあの真剣に考えているのであればあの一応聞いておきます <laughs> 一生懸命やっているんだけどただの石ころとしか思えないんだあれだねバイオレットコーラルかな だよねこれウィーダーサこれ扉あれヴァイルトコラルねそうだよねこんばんは西くんこんばんは了解ですよろしくお願いしますホームページのからお問い合わせフォーム ありますのでぜひぜひそ <laughs> ちらから <laughs> 本当に持ってくんのってかまずタンパリンを手に入れるのむずくないか <laughs> タンパリンって売ってんの楽器屋さんとかに売ってるかカスタネットはまだなんかなんなら別にね楽器屋さんとか行かなくてもさなんか小学校の学習セットとかに入ってそうだけどカラオケ屋から僕ダメですそんなのダメです絶対に ゆうかを真似しないようにはいダメですよこんなこと聞いちゃダメあのあのメロンお兄さんのことは絶対聞いちゃダメですタンバリンは言ってる言ってるか私が見てないだけかタンバリン普通に買りるあ本ほんとぼみないだけ楽器屋さんに言ってる初見ですいらっしゃいませムーんさんこんばんは <laughs> じゃ 1>, 1時間ぐらいを予定しているんだけど一応タンバリン Amazon でも買えるよあそうなんださすがにネットはありそう調べれば24時ぎ月光ギリギリまでやらやるやる,あのや,ろや,るやれって言うんだね <laughs> でも逆にそんな長時間やってたら見てくれる たままに作っていきますすごい自作だった <laughs> 本気だったなんか本気度違ったやばい初見ですありがとうございますいらっしゃえにあれ本当に初見マジですか今の感じん <laughs> 何何が <laughs> なんかもうバレそうだからいや分かってるよ ムックンなんでしょ本当は初見ですって言ってきたから私もそっちのあれで言ったわタンバリン屋で買おうタンバリン屋ってタンバリン屋なんてあるのタンバリン専門店ってこと タンバリンや <laughs> もろいな3時までうーん寝れないよ私見るよ信じてちゃんと見るよ本当どうしようかな <laughs> そろそろ第2弾衣装準備してるのかなえどこ情報それ <laughs> 私も知らないよまずは絵を買って丸くくり抜いてあそういう感じねああいいじゃんいいじゃんいいじゃん簡易的 あれ何のあれあれああそういうこといや始めたか初めまして本当にここたんそれはやばいっしょやばいかやばいのかえ やばいえ、ごめん。なんか、忘れたと思ったもしかして。私がムックンのこと。忘れてないよ。大丈夫だよ。また見つけてくれてありがとうね。6000円のタンバリン見つけた。タンバリンって6000円ぐらいなのかそっか。相場がわかんないなタンバリンの価格帯初見です。ふうくん。あれふうくんってさ、鼻押しのひ方ですかねもしかして。ふうくんさんは。 明日早いの？ちょそんなにめちゃくちゃ早くはないです。四十八時間後、あのー、お風呂入りたいまずその四十八時間の間にまずね、うん四十八時間もしたらまああの二日間も入れないでしょ。無理。<laughs> I try how a ハイバー I イクいいっしょそこ私も好きなのあのジャンプの後にやるのが好き。<laughs> じゃ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 ん。 Give up anything no、more アクスタダイナーについて質問したら「新車のタイミングで作るかも」と言ってたよなるほどね待って私の知らない情報を知ってないか <laughs> すごいじゃんみんなの方が情報が早いな。 アイス食べていいですかもう食べてるけどん聞くなじゃあ <laughs> もう食ってるやん私に聞く意味なんだじゃん <laughs> 泣けてきたもうなんか悲しい <laughs> あの真に受けないでね適当に喋ってるら大丈夫大丈夫忘れたい過去はあるだろうがそんな中でもないからなえそんな中でもなかったわけそれは聞いてないんだけど普通にそんな中でもなかったわけ別に忘れたい過去とかないよ 今までの私もあっての今の私ですからさすがにねありがとうさんはいいや覚えてますよさすがになるほどお風呂配信ありがとうしませんよしませんからねお風呂配信なんて寝るよりお風呂のいやー寝るよりお風呂でしょお風呂好きなんですよね私結構冬とか特に長風呂しますね1時間とか2時間とか入ってますね お風呂キャンセル界隈ですすね分かりますいいえお風呂キャンセル界隈ではありませんえごめんしゃっくり <laughs> 48時間も風呂に入ってたらどうす48時間もお風呂入りません多分あのもう蒸発してなくなっちゃう私 <laughs> そうです斜め押しのですあだよね見てますやいつも <laughs> ありがとうございますいつも見てくださって英語の発音いいですね流暢な英語だな発音すごそこが好きになった最初の印象ですえう、ー、れしい英語の発音褒めてもらえるまあ私4歳から一応英語やってたんですよなのであの英語の知識量で言ったらあのあの全然もう基礎基礎の基礎英語しか喋れないんですけどあの4歳からやってたのだって発音だけは だから逆にあんまりそのガチの外国人の方の前で英語をはこの発音で言っちゃうとあ喋れる人だって思われちゃうからあんまり出,し出さないようにしてるんですけど英語の歌を歌う時はねさすがにね「こんばんは」「ちゃんんんとと確確認認してるからねごごありがとうございますこんばんは温泉とかも好き温泉に行きたい分かる温泉よね私」 最近温泉行ってないな行きたいな温泉。サウナも好き。半身浴とか好き。しゃっくり助かります。助かるんですかこのしゃっくりって。いつからルメールがワールドツアかねフランス行けたらすごいよね。でもフランス行ってみたいなてか、やっぱヨーロッパ圏とか、 ちゃんなんなかがっつり海外行ってみたい私海外行ったことないんですよ実を言うとまだ日本でしかいたことがないのでちょっと国外出てみたいですね蒸発水よりふやきそうそうだよねなんかもうブヨブヨになっちゃうよねいやブヨブヨとか言ってなんか気持ち悪いよねやめやめや 一応僕も生まれた時から、えっと、それで言ったら、えっと、私も一応あのー、あのー、日本語生まれた時からやってるんですよね一緒ですねなんかまあでもショールームとかなかったらアイコンじゃ分からないよねまあそうねほん当に名前とかを一緒にしてもらったら分かるだから分かったけどでも逆になんか本当にアイコンも違う感じとか久しぶりって感じで来られない限り違う人かなって なんか変に知ったかぶって、あ、いや、あの人だよねって間違えちゃった時に心配だから、そこは結構慎重になってますね。アメリカの歌手の方も出身によって鉛がありますからね。え、そうだよね。あの、アメリカ、その英語の鉛があるのも、あの、英語の勉強してて知りました。なんか、とか、あとは、イギリス英語とアメリカ英語みたいな。あの、ウォーターとかを、あの、結構横に、w なんか、 どっちだったかどっちがどっちだったか忘れたけどイギリス英語の方が「water な」なのんかこっちなの口のウォ w a t e r w a t だけどアメリカだと「water」ってこっちのなんかなんて言うんだろう口の形がちょっとやかながなんだよねみたいななんかそういうのとかもあるじゃん温泉なら山海山 なんとなくメンバーが誰のオタクがメンバーが誰のオタクか把握してるの面白いいや把握してますよ結構皆さんの名前は見てますからねだしあの推しがいるのは大前提でやっぱラルメールのことをちゃんと見てくださってる方がたくさんいるのでやっぱそういう方のことは知っておきたいって私も思いますよ パスポートを取っておくかな私も取らなきゃな。私パスポートも取ったことないからな。一緒に海外旅行行こうな。行こうな本当にマジで。行こう海外は絶対行こうね。ココアとココナは、海外進出を目指してくれたのかな。逆だよ、ちなみに。私の方が COCO CO 表記ねで。ちなみに別にそういうわけでもない。<laughs> なんとなく。私は COCO CO の並びが好きだから、そうした。 コ,コナタンこんばんはこんばんは逆だったコ,コナタンあ気づいてたすごい私が言う前に気づいてた素晴らしいココシとてもとてもお久しぶり俺も今日初めて見たけどありがとうございます待ってクリじゃんもう久しぶりすぎるでしょ元気なんかもうなんかもう会いたいんだけどさちょっとそろそろ会いに来たりしない あの気軽においでねまたタイミングあった時にいつでもおいで俺も今日初めて見たけどアイドルされてるんですねうん今日初めてあそっか今日初めてか今日初めて初めてかそうですアイドルしてますこんな私ですけどよくアイドルっぽくはないねとは言われます わいいかりますやばいか超かっこいいお兄ちゃん感動した <laughs> ありがとうなるほどね何がかっこよかったんだろうインヌじゃなくてニャンコだしねそうだよイギリス英語の方が日本語発音っぽい What the, what a, まあ確かに俺は誰が推しだと思われているのだろうかあなぎちゃんかなと思ってたなんかあのみんなのさあのみんなに対する印象をなんか毎日一日ずつ今投稿してくれてるじゃない今日多分私の日だよねでもなんかぎちゃんを最後にするって言ってたからぎちゃんかなと思ってた僕の好きな歌手は Because を cause って言ってします結構英語の曲って略称多いよね。ん省略か。我は誰のオタクでしょう今私とか <laughs>。え、誰なの今最近はあの何してんのむっくんは。ラルメールがアメリカに行くならアブリル・ラビンと乗る。待って、私アブリル・ラビンさん大好きなんですよね。 バッドガールとかめっちゃ好きなんですよ私バイト行ってきますいってらっしゃい頑張ってね応援してるよぎのがついてるよありがとうね来てくれてマジで予定合わせていきます必ず必ず待ってるからねもうずっと会えてないよねいつから会えてないの私たちマジでやばいよ怖い怖いよく生きてきたね私たち えらい。前も行きたいけど今の推しグループとかぶりそうもない。なるほど。かぶんなくても来たいって思ってもらえるよね頑張るね。私が。ラルメル箱推しです。ありがとうございます。でもまあ実り合いがだいぶ強いですね。<laughs> 知ってますよ。知ってます。全部見てますから。なるほど。推理力もあるのか。記憶力すごい。あゆまる アイバルさんありがとうございます。なんか、インスタのストーリーでも、あの、インスタの質問でも褒めてくれたよね。うん。まあ、返信でも言ったけど、そう、なんか、もちろん、いや、本当にあるの。その、自分のことを知ろうって思ってくれてる人たちのこととか、見てくれてる人たちのことは、自分もなるべく覚えたいし、私、やっぱ、自分は、なんて言うんだろう。逆にそういう、ちょっとでも、 なんか些細なことでも覚えてもらえてるとやっぱ嬉しいから私もそれができたらいいなって思うしでもやっぱそれと同時にやっぱこうやって会ってる回数とかも重ねていけばいくほどやっぱその人のことも知れるし好きになってくからあ,あこんな服着てたなとか今日はなんかこんなことこの日はしゃべったなとかなんかそういう感じで覚えてます。 なんかねあとはでも記憶力がいいのはね結構他の人に言われてから気づきましたなんかあとはあのメンバーとやったなんじゃもんじゃっていうゲームがあるんですカードゲームがであなんか名前をその何枚も同じカードが何個か入ってこう一発目に出たらそのそのキャラクターの名前を決めてそれ以降はその名前を当てるって叫んで一番早く言えた人が取るみたいなゲームなんだけど もう私の枚数だけなんか本みたいなので <laughs>、みんななんか数えなくても、なんかもうココナが一番でしょ。はい、次。みたいな感じ。<laughs> 私がもう数えてる、かあの数えてる様子をみんななんか白々しい目で見てます。いつも。白々しいっていうか、なんて言うんだろう。<laughs> あ、はいはい。みたいな顔で見てます。<laughs> みんなバレてる。お <laughs> 塩決めるの箱しで。いや、箱しもいいよ。ラルメールがあなたを幸せにするよ。 キュンあゆまるさん好きだよ <laughs> なんかあゆまるさんと喋れると嬉しいんだよねすごくなんかお喋った喋ってもらえたみたいな,なんかそのハナとなぎちゃんを知ってるの知ってるからさあだから ここ発見したとき湧いてよ。えー、え本当ありがとう。嬉しい。私も、その、なんかお知らせできたときはすごい、あ、やっとだよーって思いながら発表しましたね。前世の記憶も覚えてそうね。いやー、かなり覚えてますね。<laughs> 鮮明に。その、なんじゃもんじゃってゲーム知らんかったよ。本当結構ね、YouTuber さんとかもやってる方多いですよ。りさ、まいまいにしれ、ね、くるくる。 あまあ葵ちゃんかな最初の3人はしてるはい存じ上げております俺のココアについて語り合いたいいいよ語らおうじゃないか何ココアのどんなところについて語る可愛さ教えんしたらすぐバレそうまあ絶対しないけどすぐバレるよそんなの絶対しない約束だよ なんじゃもんじじゃゃもめちゃくちゃ難しい難しいけどあれね私あれ得意なんですよあれめっちゃ好きなの超得意マジ超早く手が出るはったっ何とかって <laughs> オタクを覚えるのは早かったよねファンの方覚えるのはそうかな多分早かったかな自分ではそのなんか早いとか遅いとか何もなんかただただ覚えてた頑張覚えようと思って覚えてた さん推しでそのまま来ましたラルウェイのみんないい人で本当に良かったしあら嬉しいありがとねここなてやんこんばんは一瞬だけペグカナさんありがとうね来てくれて一瞬だけでも嬉しいよ遊びに来てくれてありがとうラブリーブラルウェイの時にプレートライトの色を変えてみたんだけど気づいてもらえてたのだろうかえあのさりょう兄さんとかもそうなんだけどさやっぱあの ラブリブとか特になんだけど歌うパートによってカラー変えてくださる方とかもいて本当に嬉しいあの見えてるよ全部大丈夫大丈夫ありがとね俺は押し増しはしても押し縁はしないかなあーいいねいいと思います <laughs> まあでもこういうなんてうんだろう押し編とか押し増しとかそういうのに対するスタンスっていうのは人それぞれですからあの皆さんのお好きなスタンスを 貫いてというか楽しんでもらえ楽しんで押し勝してもらえたらっていうのがもっとですね一番だと思いますこのカードゲームでココナココはカカオカコをのような名前を使うと難しいなるほどねちょっと似てる名前を使うんだねなるほどねインスタの編集あざまス頑張れそうですいや本当に頑張ってでも頑張りすぎないように無理だけはしないでね写真とかめちゃくちゃ大人になってびっくりしたけど話してる感じ変わっなくてな変わってなくて嬉しいいや何も変わってないよ <laughs> 意外といやわかんない変わってる部分もあると思うけど、ま、見た目も結構そうだね前髪いなくなったしねあそうだねでも変わった部分もきっとあるよでも本当になんか喋り方とかは基本変わってないかも全然変わった部分ももしかしたらあるかもしれないじゃん、ま、だからそれは直接確かめてくれ <laughs> オンラインで話しましょうか楽しみにしてるよ話そうね <laughs> オンラインで話そうよ2人っきりでココアについて語るてか逆にさ私がさココアの知らない可愛いところとかさコーヒーミルさんが好きなところとかもあったらもし,し,あ,のもしあったら教えてね今が楽しそうで本当によかったありがとう楽しいよラーとルとメどれをそうかな 目とかいいんじゃないですかね。らとかも、まあ、もちろんですけど、まあ、でも、るもちょっと捨てがたいよさがあると思いますね。はい。<laughs> では、またどこかで。またね。ありがとね。直接会える環境があるだけでありがたい。いや、本当にそうやって言ってもらえて、なんか頑張ってよかったなって思うよ。なんか今まで、こう、何もできない時間があったけど、やっぱ、その時間、 なんて何もできないというかその表だってできないこともあるからさでもそれでもなんかそういうのにもクリとか気づいてくれたと思うからすごい支えられたよありがとうねーおーすんだねラ,メラルメールのうんをするんだねなるほどなるほどいいと思いますみのりちゃんについて語りたいけどマウント取られて終わりそうなるほど じゃあ撮らないからみのりのこと教えて。<laughs> いや、じゃあ語ろうよ。これを機に。みのりのいいとこについて語ろう。待ってるよ、いつでも。<laughs> 話しかけて。ぜひぜひ。 実りについて語るか1分や2分で終われないに <laughs> そしたらね「春ーの MV のココナさんとっても可愛いありがとうなんかいつもさなんかハロニューのやつ褒めてくれるよねありがとうねいっぱい見てくれてるんだね教えて教えるし教えてあのココアのいいところとか聞かせて私もココアの可愛いいところ知ってるからさまあ 他の人には内緒で教えてあげるよしょうがないからもうしょうがもうしゃあないしゃあないしゃあなしやで <laughs> 泣くは知ってるから泣かないで枠1時間とんなきゃさすがにねやっぱ1分2分じゃ足んないよね <laughs> ね実りのいいところなんかそんな1分や2分で語れるもんじゃないってね言ってますよメロンさんが実りさん <laughs> 改めて会ってなすいや本当だよいつから会ってないのか分かんないぐらいやってないよ怖いよ会えるの楽しみにしてんだからね定期公演とか絶対楽しん楽しんだからおいでうんのセンター曲とかあるんだから確かにミーグリでは足りないからオンラインかなそうねあのー、やっぱミーグリはのどちらかっていうとこうみんなと コミュニケーションをちゃんと取る全員同じように取る均一に取るっていう感じだけどオンラインのいいところはやっぱり自分の好きなこともちろんそのラルメール全員あのなんて言うんだろう枠が取れる時間があるんだけど自分の好きなことか自分の推しとか自分の気になってること自分が好きなだけその時間が取れるからそういう利点はやっぱあのオンラインの。 お話し会にはあるので気になった方は是非チェックしてねもうあと1週間ぐらいだから楽しみにしてるよやったね予約してよえありがとうねじゃあ語るかここはじゃあ初っぱなから聞く聞きに行けばいい私があこココアの可愛いエピソード聞かしてって <laughs> か私が教えるターンで行くどっちにするどっちが先でだどっちが先行にする <laughs> その間に考えとくわここのここの可愛いエピソード 楽ししみにしてるオンラインの箱押しパックとかできないか <laughs> なるほどねあの全員揃ってのやつってこと <laughs> 全員枠取るやつ <laughs> なるほどね、まあ、みんなと話したくなったらとりあえずみんなあの枠取ってみてください <laughs> ココナちゃん先行で聞きたいです私が先行でじゃあメロンさんの場合だったらみのりのあの何かわいいエピソード言えばいい <laughs> Okay、それでそれでいいんだったらじゃあ私が喋るわで多分きっと玲奈さんが「はあみのりちゃん可愛いってなるでしょそうそうああなるほどねオンラインでゆっくり話したいから来月は忙しくないことを祈ってるそうだよねオンラインはやっぱゆっくり話せるのが利点ですよね じゃあ来月一緒に話そうねそっかそうだ6月そうだねカカオさんと6月はお忙しいって言ってたから定期公演でも会えてないから会えるの楽しみにしてるからね話せるのも楽しみにしてる箱パックいいななるほどね箱パックね 6人同時のオンラインあ待って待って会って話せる機会ってあんまりない感じそうだねあのー、ラルメールはあのチェキとかは何ていうのチェキの得点会みたいなのはなくてあのその代わ,り代わりにっていうかラルメールの体制はあと定期公演では「ミートグリートっていうみんなあとメンバーと握手しながらコミュニケーションするっていう時間がありますなんであの一応話せる機会はあるにはあります 6人同時のオンラインとかお、拷問って言うな。ま、あでも、だいぶ騒がしくはなるね <laughs>。多分ね。リア友にココタンって呼ばれてたのは内緒にしとく。え呼ばれてたリア友に <laughs> リア友にうちココタンって呼ばれたっけおおいおい,いやー、ココアちゃんずるいってなる。<laughs> なるほどね <laughs>。 ココナちゃんかあここじゃあ私がなんか多分あの私が私になんかいいなーってなっちゃわない大丈夫それでも聞きたい大丈夫そうそれメロンさんに話して平気 <laughs> 私のことなんか嫌になったりしないなったりしないでね <laughs> 頼むよ教えるターンでお願いしますかしこまりましたもうね1個思い浮かんでる <laughs> ちなみに言うと1個思い浮かんでんだ ラブリムのわちゃわちゃ感を感じてる。ラブリムのわちゃわちゃ感マジでいいよね。なんかあの、なんて言うんだろうな。カチッとしてない感じが。ラフでいいよね。<laughs> ココナちゃんの話でもよ。あ、え、いいのえ、でも私の話なんだろう。<laughs> 私のなんか可愛いエピソードあるかな自分で可愛いエピソードっていうのもあれだしな。<laughs> え、チェキないのか。うん、あの、特典会でのチェキとかは オンラインだと名前も覚えてもらえそうだからいいと思ってますいや。そうなんですよね。やっぱ個人の、個人個人でやっぱ時間ちゃんととってお話できると、あ、この方はこの方だなって、この名前の方だなって認識しやすいですね、とっても。あとはやっぱ、ミートグリートだと若干やっぱオンラインに比べては時間が少ないから、その分あの、名前を言っていただかないと、顔が分かってたり、あ、この方前も来てくれた人だって分かってても、名前だけわかんなくて、 呼んであげられないいいののが私的にはすごい悔しいのねだからあの皆さんもし m e ア,アンドグリ a t 来る時は是非名前をあの初めてだとかあんまり来たことないなって方は「何々だよ」とか「X」の名前こうでとかいい一回だけ言ってもらえるだけでもとてもすごい嬉しいですじゃあ内緒にしとか何の話かマジでわからないんだよな内緒にしなくてもいいんだけど全然こうだって言われたっけ私 リアにだから「リアともにここたんって呼ばれてるんだよね」って話あった今自分のリアとも必死に思い出してるけどメンバーには何回かメンバーっていうか前の活動では呼んでもらってたりしてたんだけど私はオンラインのために頑張るでも日本語が「いやそんなことあの全然いいんだよあの私も頑張ってき聞き取るね」 からゆっくり全然喋ってね。時間が許す限り全然。あの、せかしたりしないし、あの、あるさんのペースでぜひ話してみ、話してもらえたら嬉しいな。何でも言ってね、本当に。名前変えてはじめましてっていう言うけど、ま、ギリ <laughs> チェキではなくメンバー全員との喋会。 あ、それもありますからね。そう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 なんですよ。ナイス補足です。ありがとうございます、リオ兄さん。ありがとう。そう。あの、チェキがない代わりに、あの、写メの時間があります。と、ミートグリートです。名札つけるかないや、名札マジであり。あの、本当に缶バッチとか作ってくださる方とかいて、あの、あれめっちゃありがたい。<laughs> 名前覚えたいから、そうすると嬉しいよね。名前知れるのが普通に嬉しいし。オンライン、外とか会議中とかギリギリを攻めてるから落ち着かない。なるほどね。そんな、 合間を縫っていつも時間を作ってくれてるのね。ありがとねおたてんさん。しれっと言ってみたらばれるかあのまあなたはばれます私に。しれっと来たらあのしれっとばれてます。名札のゼッケンしていくのいくわ。あの頼むよろしく。<laughs> こんばんはこんばんは。お兄ちゃんなのでココナって読んでいいですかいいですよ。 気軽にどうぞここなって呼んでください私言ってるでしょ「ここなって呼んでくださいせーの」って言ってますからいつもぜひ呼んでくださいしてたよなんて呼ばれてるか聞いた時に言ってた嘘私え嘘リアトムにココタンって言われた記憶ないよあの何て呼ばれてますかって聞かれてあのいろいろ例は出した覚えはあるけど で、その中の一つにココタンはあった。それは分かってるよ。さすがにバレるか。はい、バレます。あなたはバレます。<laughs> すごく分かります。ごめんなさいね。ココナー。はい。ココナって呼んでください。せーの。ココナー。で。はい。一応言ってみたがさすがにわいわいなんだろう。顔忘れた。いや、覚えてるよ。全然覚えてるよ。まあでも、マスクを外したら、 あの何マスクをつけてる姿を今までの活動では見ることが多かったので皆さんのことねだからそうそう初見です <laughs> あれあゆまるさんじゃあここたんって呼んでいいのあもう全然好きにどうぞあの「私」って分かれば全然なんて呼んでもらっても構わないです うち,がうち間違いです,すみません。逆に何を打とうとしたんだろう。ま <laughs> るさん私そこがすごい気になるかも逆に。クオクオだな。どういうことムーさん。あっ、ごはったココナか <laughs> ココナね。ああ、理解理解。<笑>あ笑ったなっさすがに。なんか、ねちっこいな。 俺何も変わってないしなそうねそうなのそんなの知らないよミシ見に見せに来てよ一番いいところで電波飛んだんだいやごめんごめんごめん電波飛んだ私のせいかもしれないあの今ね一回あの、充電が何パーですみたいなやつが出ちゃったから一回途切れたごめんなさい私のせいかも一番いいところってどこだろう あ顔覚えてるかの話うんどこだ許すよここなありがとうありがとうメロン兄ちゃん <laughs> なんか絶対違うよねメロン君かかまへんかまへんありがとう優しいねみんなそんなあなたが私は好き本当に好き 顔忘れたあ顔忘れてないよあのでもそうマスクしてる活動前の活動してる時はマスクをしつけて顔を見ることが多かったからっていう話してたよっ <laughs> ゃあ九時半までにしよフかなと思いますフフ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 ん噛ん,んでたわ 1>, 座布団1枚2枚にしとこうかな出血大サービスだよ <laughs> 会いたくなってきたどう会いたくなってきた会っちゃいなよゆうゆう東京来ちゃいな <laughs> だよなマスクでしょそうだねほーい <laughs> ポイポイって座布団あげます 今来たばっかりー今来たばっかりーココナさんの初恋キラーもヘビロテしてますあ,ーあの TikTok のやつだなんだっけ567ね渋谷で渋谷で捕まえたハンコカハンサンボー下北で遊んだハイセンスボーイ新宿待ち合わせ ハイスペックボーイみみんなくなんだっけくじそえて I miss you あはんか結構うろ覚えだけど明日まで東京なんですよおいおいぜひライブがある時に東京にいらっしゃいませ <laughs> よく覚えてね今うろ覚えだったよ結構 <laughs> いらっしゃい皆さんいらっしゃいませゆっくりしててくださいね <laughs> 下北で遊ばれたハイセンスボーイです遊ばれた下北なのね今となっては希望はこうたんだけだからなそうかそんなこと言ってくれるのありがとうね頑張りますよ私は なんんて言おうとしたんだっけ拳掲げといて言うことすいちゃった違う違う違う私は粘り強いのでって言おうとしたんだ任せろ任せろ <laughs> 明日サッカー終わって帰ります気をつけてね楽しんでサッカーもアスパラでもハイセンスならいいと思うなるほど私とは真剣におってな いや、北玉、<laughs> これなんて言う、北玉で合ってる。<laughs> なんか地名とか読むの下手なんだよな、私。9時半か。まあ、9時半ぐらいがいいんじゃないかな。北玉よし、合ってた。よかった、よかった、よかった。よかった、セーフセーフ。 好きに一人しか見えな存じ上げておりますあの言われなくてもうん知ってるよもう十分知ってるよあの子しか見てないなーって思ってます <laughs> なんかさ暑くないエアコンつけるね <laughs> そう涼しくなった <laughs> まだつけたまだつけたばっかり <laughs> やばいなんか「はい」になってきたやばいやばいやばい制御しよう制御 <laughs> まあ推し面が多すぎていつになるか分からんがいつか行くから待ってますいつでもいらっしゃいませ助かるお本ほんと涼しくなった外めちゃくちゃ涼しいいや6月のいいところはいや6月のいいところっていうかでも最近まだ暑いけど 幸いにも夜とか日が出てない時間は涼しいんですよ。こっからなんですよ、問題は。7月、8月。日が出ても夜になってもムシムシするので皆さん水分補給だけはしっかりしてください。お願いしますよ。体調管理。僕も早めに行きます。いつでもおいで待ってるよ。おいで。絶対楽しませるからね。まだエアコンつけてない。わかるわかるわかる。私もね、あの、 なるべくつけないようにはしてるんだけどちょっとあまりにも寝苦しい時とかはつけちゃいます汗だくで見てます風風風いけ風エアコンエアコンつけたよはいはいはい涼しくなってでも本当にあの体調悪くなるぐらいだったら皆さんエアコンは早めに使い、ま、つけましょう本当に究極 d いいので心配されますあーもうあの何推しじゃなくなったのとかってことなるほどね 一人車で愛知帰るけど、乗ってこうかな。じゃあ乗ってこうか。いいのか。そっちは暑いんだ。こっちは少し寒かった。どこにお住みですか。お住まいですか。東北の方かな。北海道とか。日本一暑い町に住んでるからクーラー必須。なるほど。日本一暑い町か。かなり暑いな。いやまあでも六もうさ六月はでもクーラーつけていいんじゃないかな。六月ってぎり夏だよね普通に。 しかも月月後半しもうほぼ7月よ <laughs> 北海道の短い夏の話にするえ聞きたい聞きたい今今日は満月ですよあとで見よう見とくねつか今今東京で一人暮らし一人暮らしです初一人暮らしをラルメールでしてますラルメールの活動を機に上京さしましたオラ 曲中にラップはしますか曲中にラップはあのなんかめちゃくちゃバリハヤのラップはしないんですけど「ネバーエバー」とかのラップタイムは一応しますね。コスミさんなんか <laughs> 3年に1回面白いこと言うんだね。<laughs> まだ梅雨期間だから。 でも、梅雨、そっか、ま、でも6月って、じゃあ、どのどんじゃ、だ、だってでも6月って春ではないじゃん。でも秋でもないじゃん。ってことは夏だよね。正規法的に。月が綺麗ですね。月が綺麗ですね。とっても綺麗ですね。めちゃくちゃ綺麗だと思いますけど。マジ月綺麗。<laughs> 何を言うてんや、本当に。 東京で手術が慣れてませんね。あの、毎回移動のたびに、あの、いろいろ調べてます。まだまだ、愛知県民の血は抜けません。まあ、ずっと愛知県民ではあるのでね、出身が愛知なもんですから。ごめんなさい、北海道です。北海道かそっかそっか。北海道だったらまだ涼しいのかな。次回のライブは何日後ですか えっと、今のところ、えっと、スパークあのフェスですねが決まってるので、えっと、ちょっと難しいな今日何日だっけえっと33週間後ぐらいですね月に変わってお仕置きよえっとセラムンですねマジかちゃんと食べて寝てな。 ちゃんと食べて寝て寝まますのでご安心くださいまし調べて対応できるならよきよかったーシェフ東京ドーム行こうとして間違って名古度行くんでしょそこまであの方向値ではない右か左くらいはわかるよさすがにそもう上か下かみたいな次元だよねそれ7月15日ですねもう皆さんの方がもう情報が早い早い4月15日ですなので3週間後ぐらいですねちょうど 関東育ちで地下鉄はよく迷うよいやあと出口とかねよ何個もあるところ分かりにくいしねこんばんはこんばんは21日そうですそうだねあと24日にゃーるほどーまあそうですね3週間ぐらいですかねこんばんはこんばんは見に来てくださってありがとうございます徒歩3分の場所に2時間かかったことあるやばいそれ なんかさそれ2時間かかってる間はいいんよでも後から知った時やばいねなんかえぐられるね心 <laughs> 入り口から入って出口から出るって覚えとけばんなのかなるほどねでも入り口と出口が違う時あるじゃんあとなんかこっちの出口から出た方がこの目的地に近いとかさもうそういうの難しいよ難しいことはわからないよ <laughs> なんか結構、待って待って。ホテルの場所探してさまよってたらから、全然コメントできなかった。もう見つかったホテルは。そんな中、大変な中コメントしてくれてありがとうね、このコメント。見つかったかなスペルノーバーはき方間違えると大変なこと、そうなのもう私、その調べて、もうその調べた通りに言ってるから、間違えたことは今のところない。 お家にたどり着けましたおかえりマジで家でゆっくり休んでお疲れ今日ほんとによく頑張った朝早起きなのにちゃんとついた素晴らしいブラボー天才在もう100点満点ですありがとうございます東京駅と新宿駅が難しい横浜駅と品川駅という新宿が難しいのはマジでわかるの本当にもうし全然慣れない スペルノーバ入り口が分からなかったおおなるほどねもうなんか記憶が今でも曖昧本当にあのナビ通りに行ってるだけだから <laughs> 建物とかで覚えてないからそれが多分覚わないんだよなありがとうこちらこそ池袋西口に東部百貨店があって東口に西部百貨店があるって覚えてるああもうちょっと分かんなくなりそうやばい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  みんなすごいね記憶力がいいわマイグロブの読み方になれすぎてその名前でコメントを送りかけたあー、まあのま、全然間違えても全然あの怒ったり責めたりはしないのであの、安心してね別にその名前も好きだしけどあの慣れてってください徐々にはいお願いしますよ <laughs> どの道行ったら どの道行ったら来ないでねえー、っと、そこを右で、あの、そっち左。で、次の信号で右で、あの、次はまっすぐ行ってください。話はそっからです。で、その次また説明しますね。あの、道に迷うんで、この今の話は聞かなかったことにしてくださいよ。真に受けちゃダメですからね。道に迷った時は泣けば誰か声かけてくれるよ。そんな、あの、ナビを頑張って起動させますね。あの、そんな、 か、ちゃんと言います。助けてくださいって。あの、はい。<laughs> 渋谷駅は迷います。いや、ま、あどの駅もやっぱ慣れないと難しいよ。そうだよね。今回、ライブの間隔長い。スパークと定期公演が待ち遠しい。私もね、みんなに会えるの、早く会いたいなって思ってるよ。本当に。7月楽しみだね、7月も。やっぱ7月も楽しみ。こうやって毎月さ、定期公演とかあってさ、こう、なんか、 日々過ごしていく楽しみとかがさ、待ってるからやっぱ頑張れるんだよね。昔のビッグカメラの CM ソング。えどれビークビックビックビック,クカメラ配信なんとか間に合いました。ありがとうございます。来てくださって。いらっしゃい。右に左折すればいいですかどういうこと <laughs> 右,右に左折わけわかんないやん。 東東のの西西部に西の東部にもう訳わ,わかんないよねそんな,なんて「<laughs> 東って言ったやん」とかなるもん絶対私そんな <laughs> 泣きここやなそっちだよそっちそっち名古屋駅の方が難しい名古屋駅ね私はもう名古屋駅はやっぱ新幹線とか乗って慣れてるので名古屋駅は分かるか本当の方向音痴はググっても分かりませんそうなのじゃあ私意外と方向音痴じゃないもしかしてわーい 本当に人に言葉を単純に真に受けちゃうんだから、本当に。単純女なんですよ、私って。あの、もう褒められると、本当に、どうやって返したらいいかわかんなくて、露骨に照れてし,てしまうんですよね、本当に。皆さん、うまい返しがいつもできなくて、申し訳ないです、本当に。すごい今、すっごい今、一息だったな。まあいいや。うちの近くに霊園があるので、この時間に適当に道を教えてはいけない。はい、すいませんでした。ごめんなさい。皆さん、読みちゃお気をつけくださいね。はい、ごめんなさい。 おそらくスパークあるメモリーあるんだろうなどうだろうね大阪むずい私大阪なんかユニバしか知らないよ何も分かんないよナビがないとどうしようちょっとあのそういうところで記憶力生かしていこう,頑張,う <laughs> 頑張ろう私頑張ろう私 ココナちゃんはお化け屋敷大丈夫です。いいえ。うんうん、ダメだよ。私、ホラーマジで無理ですから。ホラーだけは本当に NG ですから、私。もう、あの、幽霊は存在しないとは思ってはいるんですけど、本当に、あの、無理です。ホラーも無理。あの、ゾンビとかはいけるんですよね。ゾンビとか、なんかウイルスとか、エイリアンとか、そうっち系はいいんですよ。横浜駅はマジでやばい。何がそうなのいや、本当にあの、完全拒否。はい、完全拒否です。川崎駅は分かるやつです。そうなのか。 後後ろ後ろねえ本当に良くないいよそういうのさっき聞いた通りに来たけど病院がある。ねえやめようやめようやめよう。あのもうまっすぐ家に帰ってメロン。頼む頼む頼むメロン。頼むよ帰ってよ。後ろ後ろって言われ慣れてるよね。いやもうね結構言われてきた。でもね慣れない。言われてきてはいるけどあの慣れないです。あの本当に後ろ後ろとか言われると結局その配信終わった後のお風呂とかであの後ろを気にすることになるので本当にやめよう。<laughs> あの 本当に。あのー、こんばんは。こんばんは。こんばんは。そう、あのね、意外かな。でもね、虫苦手と、ホラー苦手は結構ね、意外ってよく言われる。前、前。前はまあ平気だな。後ろ、後ろの方が嫌だ前、前,前はまあ別に別に。手前、右手前、独特、独特だな、だいぶ。虫も、そう虫も苦手です。 ココナかわいい。ありがとう。<laughs> ちょうど、今ちょうどホラーゲーム実況見てました。キャーやですもうホラーゲームの実況とか本当に苦手。あの、よっぽど騒がしく実況してくれたらギリいけるぐらい。すべてに強さな顔たちにどういうことやんそれ褒めてるよね。褒めてるよね。まあ褒めてるとして受け取ろう。うん。いやまあでもよく言われます。意外って。 ででも本当にいいんですよエイリアンとかゾンビとかもう絶対に会えられないものはいけるのでも幽霊とかってなんかなんか私は信じてないですよ私は信じてないんですけどなんかなんかちょっとなんか存在してるか存在してないかがなんかこうギリギリのラインみたいなところがあるのがちょっと嫌ですね一人暮らしだと余計嫌ですよそういうのは本当に「激ボめ」あ良かったですな,ならまあ許そう。 褒めてるよラルメールのメンバー何人か宇宙人いるもんねあーそそそうなの初耳だよ全然平気なイメージでしたよ。うんホラーと怖いものと辛いものは苦手ですホームページに書いてありますよにひ世にもきめなものではい見れませんあのあのあの音楽でさえ嫌です私世にもきめな物語ドゥルルルルッドゥルルルルッドゥルルルッドゥルルルルル,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 ルーがマジで嫌い本当にあのごめんなさい作っていください その音楽を作った方には本当に申し訳ないんですけど、あの、嫌いってよくないね。苦手です。はい。ごめんなさい。私たちも本当に存在してるか。まあ、それはそう。すごい哲学の話になってきた。やばい。頭が大混乱しそう。やばい、やばい、やばい。すごいです。まあ、そうだよね。私たちも本当になんか現存、なんかもう、なんか、すごいね。哲学的だね。なんかもうソクラテスとか出てきそうだよね。なんか無知の地とか、そういう感じの話になってくるもしかして。すごいな。みんな頭が良さそうだね。よい、良いんだろうね、きっとね。 辛辛いものダメなんだあのだ圧倒的にうまみがあれば平気ですでも激辛ペヤングみたいにもなんか薬っぽい味しちゃうのとかは結構 NG ですゾンビなら物理でたらそういう問題ではなくてですねなんかそういう問題ではなくてまあでもそれもあるかもその存在してくれればさ太刀打ちできるけどさなんかダメだよね ゆり <laughs> はねいないから大丈夫タモさんが出てきた時点で見るちそうだよねじゃあ考えますあの克服できるようにあのトゥルルルトゥルルルはトゥルルルトゥルルルはやばい多元的宇宙論になってきてそうだよねそうで、ね、すごいなんか科学的哲学的な話になってきてやばいやばい味食べて急になんであ辛いからかそういうことか 辛い評でもあのなんか優しいあのなんかそうですねあの暴言とか出なければ全然違った <laughs> まあ違うけどまあそういうことああなるほど定期公演でキッカラピュアング食べてないことを祈るいやー食べないよ食べないよなんかやめてよそのなんかフラグ作っとくのなんかいつか回収されそうで怖いからやめとこうそういうの。 立ち打ちするここナさんみたいいやー本当に多分きっとめっちゃ必死になってるから多分ダサい <laughs> <laughs> 自分で想像しただけでなんか客観的に見たら普通に笑えてくるもん <laughs> <laughs>、はあ、なんはかでもホラー系いつか来そうで嫌なんだよなこういうこと言ってると。 ココナちゃんならバイオハザードのミラジョボビッチみたいにゾンビボコボコにできそうだけど、なんかそれ言われたことあるんだよななんか言われたことある気がする。ミラジョボビッチさんみたいなのはなんか嬉しいです。みたいに、までは嬉しい。あの、みたいにゾンビボコボコにできそうなのは嬉しいんですけど、実際できる方はまた話が違くて。ゾンビってね、ゾンビが存在したらでも私、本当になんか、第一章とかで、 死んじゃいそうだな強く生きてこう今テレビで揚げ餃子を作ってるいいなーお腹空いてきたかも罰ゲーム決定じゃんやめやめやめよ。本当やめやめほんとやめやめ,やめフラッグ返しすることないかやめようよもうやめとこうマジでお化け役やるので戦おうえだったら私がお化け役やるならお化け役やって驚かされるよりだったら自分がお化け役に回るわってみんなほら ってみんなホラー系苦手みたいだよ。そうだよ、ほら。私、ホラー苦手って言ってんじゃん。<laughs> 頼むよ。ゲームのバイオハザード無理そう。ホラー系ゲーム無理か。いや、あの、ゾンビはいけます。ゾンビは大丈夫。それ以外は無理ですね。あとは、あの、エイリアンとかも大丈夫です。幽霊系だけは本当に嫌。 まあでも一番怖いのは人間ってよくいますよね。<laughs> って思って言うあの「お化けなんてないさお化けなんて嘘さ」みたいな「怖くないよ」って言い聞かせてます。びっくりさせてくる系は苦手かなそうだね。ビビりではあの幽霊に対してはビビりですけどシンプルに驚かされることに関してはめちゃくちゃビビりではない方だと思います。塗り壁はどうですか妖妖怪系妖怪系なんか 妖怪図鑑とかで見るぐらいなら別に平気ですね雫は無理かってどういうことほら <laughs> ってこうコードのごめんそんなつもりなかったやばいやばいやばいすごいなんか親父ギャグみたいな感じで取られてとそうでちょっとあれなんかちょっと嫌かもしれない <laughs> ダジャレしたつもりなかったハロウィンコースでゾンビになれば大丈夫じゃねえあ自分が驚かせられる 驚かせるる側になるのはいいんよテレビから出てきたりするんだけどああ私も苦手です無理です NG でお願いします <laughs> いつかなんかの聞くでラルメールが藤木期入るのの戦慄名言、ね、なんかあそこのなんか噂あんまりなんかあ,あのなんかあそこの噂結構ガ,ガチじゃない風の噂で聞く感じ私無理だよ絶対お化け屋敷どんだけしょぼくても無理だもん多分無理だよ やばいよ無理だよどんだけ小しょぼいっていうか小規模でも無理本当に偶然ギャグになっちゃうのは嫌なんだね嫌 <laughs> っていうかそうなんか私があっ偶然ならいいか私が狙っていったわけじゃないもんねいいよいいよ偶然ならいいやここなんかテレビ出てきてもいいよまあそれは全然あり正直うんいざという時は仲間意識持てばないや仲間だと思えんて得体が知れないんだもんだって ゼロカメラで霊を倒すホラーゲーム。あ、ゼロか。あごめん、雫って読んでた。<laughs> あー、多分無理だ。もう、あの、幽霊っていうジャンルの時点でダメです、私は。ごめんなさい。ジェットコースターはいけます。でも、富士急レベルになるとちょっと多分ビビると思います。向こうだってきっと怖がってる。え、どういう意味それ。<laughs> それを人間を怖がってるって言ったのが、私を怖がってるって。 って言いたいたのかでちょっとなんか発言のなんかあのあれが変わってくるんだけど捉え方が。てかそんなこと言ってないなんかもうホラー系の話で終わるのこれもう9時半になっちゃったよ。<laughs> ねホラーと虫と辛いものが苦手メモ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 クマとどっちがいい幽霊とじゃあクマで人間です <laughs>。おい触れとるのはなんでなんで触れてる なんか言わされてるよねそれもしかして自分もお化け屋敷は無理です仲間だねありがとうなんか仲間がいて嬉しいよやっぱそうだよねほら無理だよねなんかみんながんかこうやってさなんかホラーがさどうとかさなんかお化け屋敷がどうとかさなんかめっちゃなんか言ってくるんだよねなんかんかんか私のことみんな嫌いなのかなは。 こののの感じ昔変わってないか <laughs> ちょっとあの大体あのなぎの,の配信はたいまあ平均近2 3 0分はオーバーしますごめんなさいねもう寝れないじゃんオールナイトだない,いえオールナイトはあの私が寝たいしみんなも寝たいだろうし私も寝たいしなんかお風呂とか入りたいしはいジェットコースターは大丈夫はいジェットコースターは一定数のレベルなら全然いけます 大好きだよ私も好きだよほら好きココナと同じくらい好きじゃあめっちゃ好きだねほら相当好きだよねほら <laughs> そういうことだよね嫌いではないじゃあ何私のこと嫌いじゃないなら何なのそこはっきりしてもらわないと困るんだよね はっきりさせて明日は土曜なのでオールいけるよ <laughs> みんなオールする気満々なのおもろいって <laughs> でもリアルな話をするとあのナギドの,の携帯の,あの充電が持たないということなのであのはいあのちゃ四45分十五分にします45分になったら終わろうはい今日はあれだよだってしかもさ今日はあくまでこの配信は 金曜日今週1週間お疲れ様ーって日だからやっぱみんな今日はゆっくり休まないとみんな全然大丈夫だよねみんなに同意してもらうか <laughs> みんなそっち側なのね我なりにちゃんと対応できるところがすごい <laughs> そうんかちゃんとなんか冷静な褒めになんかすごい嬉しくて動揺しちゃう。 じゃあ充電終わったら教えてそのさ充電するとさこれ縦で置いてるからさ携帯持てばいいのか私が私これ持ち続けるの45分までなら全然持てるオッケー,ケーブル届かないいやケーブルは届くんだけどねこれ携帯手,を手で持ってなきゃいけなくなっちゃうから45分まで私が手持ちで頑張ります オッケー,オッケーありがとう我なりしてるの誰誰誰とりあえずウーバーで充電器持って行かせるわウーバーって充電器も対応してんの初耳だったな早く教えてよ貸して持つよどこ持って早くもう腕疲れた 嘘です全然余裕ですあと5分ぐらいは全然余裕ですよ <laughs> ここここ押しになったほんとあのあの写真でかなもしかしてあの生写の押してくださいなぎなま。<laughs> ココナから発電してるって聞いたけどあれ発電私発電した覚えないウーバー使ったことある俺はまだ使ってこないありますウーバーアサイーボール何と頼んだことか私はアサイーボール大好きカオリンさんこんばんは麦わらの一味 <laughs> <laughs> あそうそうそうあの生じゃね 麦わら帽子かぶっててね明日も仕事なのでここでなちゃんの配信終わったら寝ますあーそうなのね明日もお仕事なの土曜日なのにえらいねあと5分ぐらいだからおつき合いくださいそしたらいっぱい寝てねゆっくりなんか私もともとなんだけどさこう光に照らされると結構髪の毛が焦げ茶っぽいんですよね 地毛もそんなにもともと真っ黒ではないんですよねちょっとだけ茶色い目の色もねほら伝わらないだろうけど <laughs> 真っ黒ではないのちょっとだけ茶色い焦げ茶っぽい感じです。茶に見えるねそうそうなのでもね直接見るとそんなに真っ茶色じゃないんだけどね光に当たるとでも結構茶色い パーーソナルカラー知りたいな私マジで自分のなんかパーソナルカラー予想つかないんですよね何だと思うまああるじゃん「イエベブルベとか「イエベ春」「イエベ秋」「ブルベ夏」「ブルベ冬」まあそんなジャンルにとらわれず皆さん好きなものを着て好きな格好をしましょう「ブルベ冬」「知って」「ブルベ冬」 知知って知何の知ってて何のブルベはよく言われますねブルベっぽいいやー多分あのー、知ってる言葉を言っただけなるほどね <laughs> ブルベまあでもよく言われますブルベっぽいねとは言われるしあのー、私もなんとなくだけど自分ブルベ冬かなとは思ってるんですけどでもみりとかハのとかには「イエベ春じゃない?」とか。 言われますね分かんないんですよだから本当に、にんかどれもありえそうな感じがして確かにクォーターに間違われそうだけどねいやでもあの嬉しいんですよねクォーターとかあのハーフに間違われあの結構あるんですよ私ハーフとかクォーターに間違われるかと嬉しいんですけどね一回あったのはどあの同級生にあの高校の時にね もう34ヶ,ヶ月ぐらいかな一緒にクラスで過ごしててなんかすごいハーフの前提で喋ってくるから「え待って待って私純日本人だけど」って言ったら「えハーフじゃないの?」っていう感応されてずっとハーフだって思ってたみたいです。待ってよく考えたら夕飯食べたら食べなさい 美味しいものいっぱい食べていっぱいねなブルーベリーアイブルーベリーアイ,アイブルーベリーアイだねこんばんはこんばんはハーフアンドハーフ人間のつもりで話してたえどういうことえどういうことえ <laughs> 待って何の何の何の話どう待って待って。 ななんだなんだだ私なんかなん,なんて言ったっけ私ちょっと待ってちょっと待って人間のつもりで話してたあ私は人間だよ待て待てなんか宇宙人と人間のハーフとかって言ってるもしかして違うよ人間だよ人間なんだけどあ国籍の話じゃなかったもしかしてなんか宇宙と地球とかの話の規模のレベルだった 夕飯何食べようかなまだ食べてないのうーん白米 <laughs> え <laughs> えブルベイエベはラルメのおかげで覚えたそうだよねなんかリリあのリリサリリサ違うなみのりかみのりとかココアがいあのパーソナルカラー言ってたねリリさんも言ったって言ってたかな確か 地球とどこのハーフです地球と地球のハーフです。純正地球です。はい、もしかして AI ですかいいえ。本物です。存在します。宇宙レベルで綺麗だからね。うまくまとめたね。天才だよ。白米、日本人決定。そういうことです。私は日,日本人でございますよ。 はい、がっつり日本人海外のうちは私が知ってる限りでは入ってませんめっちゃ先祖のご先祖ご先祖のご先祖様の中のには入ってるかもしれないですけどあっさあ白米は炊いた方がいいです白米は炊いた方がいいです私の家にちなみに余ってます今日炊いたんだお米でなんか混ぜるだけでできるチャーハンみたいなのがあったから 食べたお昼に私もメロンの中入ってないですたうーん一応知ってるつもりでいたよ <laughs> し45分になったよさあ10時点抜いて一旦置きますよ私は携帯をありがとうございました皆さん見に来てくださってもう長時間お付き合いくださり本当にありがとうございます 今日は私8時から始めてたから2時間近くお付き合いしてもらったのかなスクショタイムいりますか <laughs> スクショタイムってした方がいいいるかなみんな <laughs> いらなかったら全然言って配 <laughs> 信ありがとねこちらこそ聞いてくれてありがとねメロンの は血管だけどねおおだとしたらすごいな今日も楽しかったよこちらこそいれますいるそうなのでみんなのままでよ昔のままだったよかったわそのうちねはいじゃあえー、スクショタイムしますかはいなんかあんまり大丈夫かな何したらいいピースで平気 ピースで平気ですかなんかいつも同じポーズしちゃってる気がするけど先ほどからデコ撮っていますおでこあ、ここ <laughs> ゾンビポーズであー <laughs> 合ってるこれ これ伝わるのかなまあ最後は無難にピースで <laughs> なんかちょっと恥ずかしくなってきちゃった大御所ポーズ希望です足組んでのギリ見えないからまた今度ね <laughs> じゃあ足組んでる風で <laughs> なんかこうしとくじゃあ <laughs> 大御所感出てるか 大丈夫か,かわいいありがとう <laughs> ありがとねなんかこんなレパートリーの少ないポーズにつけてくれて <laughs> じゃあ最後にランキングを読み上げて締めますよ大女優感今ので大女優感あったマジ <laughs> 嬉しいなかわいいありがとう恨めしやないかい違う違うよ <laughs> はい読みまーす、はい つかささんありがとうございます。12位ピオちゃんさんありがとうございます。ペグかナさんありがとうございます。10位あやさんありがとうございます。9位ハマーさんありがとうございます。8位ゆいさんありがとうございます。7位あやのんさんありがとうございます。6位リエッティさんありがとうございます。5位せいようさんありがとうございます。4い元さんありがとうございます。3位こと コスミさんありがとうございますメス2位がメッサさんインザシェルさんありがとうございます1位がチコバルボンさんありがとうございますいや本当に皆さんありがとうございます感謝しかないです雑誌の表紙みたいでめっちゃ褒めてくれるありがとうございますありがとうございます本当にありがとうございますいやあの本当にコメントをしてくれた方もあの ただただあの見てたよーって方もあの足を運んでくださってあの時間作ってね見に来てくれてありがとうございましたまたどっかでするのでその時また一緒に話そうね楽しかったよありがとうこちらこそ楽しかったよまたあのそうねこういう時間私大好きだからまたいつでも皆様おいでまた茶菓子に行きますおいで茶菓子においで またね、お疲れ様でした。ありがとう。楽しかった。こちらこそありがとうね。またね、みんなじゃあおやすみ。あの、一週間本当にお疲れ様。よく寝て、いっぱい美味しいもん食べて。はい、今日はぐっすり寝てください。またね。ありがとう。